すいません、お名前は鈴木俊美。いつからガンダムを実物というか外に、もう13、4年前ぐらいから。何かきっかけはあったんですか？きっかけはね、うちに来るお客さんの高校生がガンダムを作ったらって言うもんだから、ガンダムってなんだっていうことから。それまで別にガンダム知ってたわけじゃなかった？知らなかったの。お客さんの高校生が、うんうん、へえ、うんうん、でそれからじゃあ調べて、そうでプラモデル手に行って、はい、行ってみたらこれがでかいガンダムらしいものは立っていたから、あ、これなんだなと思って。でも初めはちっちゃなプラモデルから始めたんですか？うん、だから作るにしてもまだ自信も何もないから、まず試しにやってみようということで、一番小さいガンダムプラモデル買ってきた。それで楽しくなっちゃったんですか？いや、楽しくなるっていうことじゃなくてね、はい、まずその作っていたらもう覚えてる人はガンダムだっていうことで、はい、もうやってきていろいろ話をしているわけだ。それからこんなにこのガンダムに夢中になってるんだなっていうことから、うん、うん、完成しそうになったら次何作るって言われてね次シャアのザクがいねないってね、敵のザク、はい、じゃあ今度は終わったらそれもやるかということで、じゃあお客さんの期待に応えて、そうどんどん作るように、うんうん、でもプラモデルじゃなくてあれだけ大きなものってどうやって作ってるんですかね？あれはもう簡単なんだよ。大きさを設定すれば、あとプラモデル測って、割り算すると、3メーター3メーターに設定するから、3メーター割るプラモデルの部品のパーツの大きさで割り算すると何倍という倍率が出るわけだな。あれ材料は何で作ってる？最初はコンクリート。あ、コンクリートで作ってたんですか？で一つずつ部品を作っては重ね、作っては重ねして大きくなってる。へえ。大体こう何ヶ月に1回ぐらいの割合で作ってるんですか？何ヶ月ですね、1個作るのに1年以上かかる。あ、1年やっぱかかるんですね。今何体あるんですか？今10体ぐらい。次はじゃあ何か作る予定は？今次は今これにスナンジュ、これスナンジュって言うんだな。あ、じゃあまずはプラモデルサイズで作って、そっから、これを計算するわけよ。ほう、そして3メーターに、ここまで3メーターにしようと思えば、割り算すると倍率が出るわけ。でも普段のお仕事はの理容師さん？そうです。何かそういう設計とか何か作る仕事とかされてたんですか？まあ、今までね、今まで最初はいいばっかり書いてたけど、それから何ものづくり石膏細工してるな。石膏でいろんなの等身大まで作っていたけど。あ、そうですか、うん、そっからじゃあこの後こっちの、元でかいの作りたいな、モデルに置けるようなものを作りたいなということで、ちょっと迷っていたのな。そしたらちょうどタイミングよくガンダム作ったらなんて言う言ったら言うもんだからな。理容室はもう随分前から始めてるんですか？あ、もう50年。あ、50年、うん、じゃあ親の代からだと思う。80年にもなるだろうな。そうなんですね、うん、なんか今度これ作ってみたいとかあれ作ってみたいとかありますか？うん、この後にね、今度はガンダムにこだわらない、はい、次はトランスフォーマーに挑戦したいなという気持ちはあるわけ。なるほど、うん、い
ちなみに今お年おいくつですか？今は74歳と何ヶ月だね。74歳なんですか？すごい、すごいですね、うん、それでの、うん、だから61歳頃から始めたかな、はい、へえ、なるほどね、すいません、今日は突然にありがとうございます。はい、どうも。